1727年9月のメーンシコフ失脚後、最高数密院を指導したバシーリー・ドルゴルコフ。公爵最高数密院は、ロシア女帝エカチェリーナ一世を保筆するために、創設された諮問機関。1730年2月25日に廃止された。当初、最高数密院は、アレクサンドル・メーンシコフ、ヒョードル・アプラクシン、ガブリール・ゴロフキン、アンドレイ・オステルマン、 ピョートル・トルストイ、ドミトリー・ゴリツンの6人で構成されていた。数ヶ月後、エカチェリーナ一世の娘婿である、ホルシュタイン・ゴットルプ・公をカール・フリードリヒが7人目のメンバーとして加わった。エカチェリーナ一世の治世中は、かつて女帝を愛人として囲っていたメーンシコフが、最高数密院を牛耳っていた。1727年、エカチェリーナ一世の遺言により、 最高数密院は新皇帝ピョートル2世と等しく、権力を分有するとされた。ピョートル2世の即位後、メーンシコフは娘、マリアを皇帝と婚約させたが、9月に失脚した。この時点までに、数密院の構成はすっかり様変わりしていた。アプラクシンは死に、トルストイは追放され、カールフリードリヒはドイツに帰国していた。 スーツ密院は8人のメンバーで再構成されたが、そのうちの6席は、ピョートル一世以来の西岡政策に反対する大貴族、ドルゴルコフカ、ゴリツインケの人々に占められた。残りの2席は、オステルマンとゴロフキンが保持していた。保守的なイデオロギーがスーツ密院の構成員の間に共有されており、名目上は、助言期間に過ぎない。 最高枢密院は国政における権力を独占し、帝国の首都はモスクワに戻された。ピョートル一世によって創設された最高統治機関で、ある参議会と元老院は、もはやその権限を失い、皇帝よりも枢密院に従属する存在となった。ピョートル二世が死ぬと、最高枢密院は新皇帝としてふさわしいとは言い,い、固い、クールラント皇爵夫人。 アンナイバノブナを指名した。彼女ならば、数密院の区靴として操りやすく、ピョートル一世の改革路線を放棄して保守化政策を図る、数密院に好都合だったからである。アンナは定位を受けることを承諾した直後に、課税権、公選権、外交権をすべて最高数密院に譲渡するという、定位と引き換えの条件の文書にサインした。この条件によれば、アンナは、 大祭以上の階級の感触を与えることも、軍事的な問題に干渉することも禁じられていたし、再婚することも後継者を指名することもできなかった。この君主権制約の条件は、当時のイギリスの国政をモデルにした内容であり、もしこれが発行すれば、ロシア帝国は立憲君主制に移行することになっていた。また条件に違反すれば、アンナは、 大意を強いられることまで取り決められた。しかし、数密院の提出した文書にサインした1ヶ月後、アンナは、長身、エルンスとビロンの助言を受けて、このエグンの指示を取り付けると、1730年2月25日に、即位の宣誓式において、条件文書を破り捨てた。その日のうちに最高数密院は廃止され、構成員の多くは、シベリアへと流された。 ありがとうございます。